こんにちは、動画ファンの成田です。さて、フィモーラ12の新機能についてご紹介をしてきました。このシリーズ今回が最後となります。最後となる今回は 3D タイトルについてご紹介いたします。それでは早速フィモーラ12を起動して 3D タイトルの使い方を解説してまいりましょう。なお、新しいフィモーラ12のインストール先につきましては、この動画の下の概要欄もしくは解説ページにリンクをご用意しております。そちらからまずは無料版をインストールしてお試し利用してみてください。なお、無料版にはフィモーラのロゴが入りますのでご了承ください。またフィモーラ12の新機能につきましては、これまで3本解説動画をアップしております。こちらの動画もぜひ参考にしてみてください。また今回 3D タイトルの使い方の後にスマホでの使い方の簡単なご紹介、それから購入時のご注意につきましてもお話をしておりますので、ぜひ最後までご覧ください。では、これまで編集をしてまいりましたこちらのうさぎさんの動画ですね。今回ある程度編集を全部済ませておりますので、この動画に 3D タイトルをつけていきたいと思います。3D タイトル、実はとっても簡単です。ではまずこの最初の部分ですね、タイトルとなるこの最初の部分に 3D タイトルをつけていきたいと思います。画面上部のこのメニューアイコンの中から T のタイトルですね、こちらをクリックしてください。そうすると左側にこのようなメニューが表示されますので、こちらタイトル、こちらをクリックしてください。そうするとまた細かく項目が表示されますので、ぐるぐるぐるっと下へスクロールしていただきますと 3D タイトルという項目が出てまいります。こちらをクリックしてください。そうするとこのようにたくさんのテンプレートが用意されておりますので、この中から使いたい 3D タイトルを選択するだけになります。クリスマスバージョンもあったりとか、このように背景があって文字が動くようなタイプもあったりするので、とても楽しいと思います。で、あとはもう選ぶだけになりますので、それではですね、今回はこちらのステージ1というこの 3D タイトルですね、こちらを使ってみたいと思います。対象の 3D タイトルクリックして、1回クリックするとこのように右側のプレビュー画面にどんな感じか表示が出てまいりますので、これで確認することができるかなと思います。やっぱりこれじゃなくてこっちにしようかなとかっていう風にそれぞれクリックをしてチェックをすることができます。ではこのステージ1ですね、こちらを使いたいと思いますので、対象の 3D タイトルをタイムラインにドラッグして読み込んでいきます。で、この時注意なんですけれども、例えばこのように後ろ側に何か素材があるタイムライン、今この3番のタイムライン後ろに素材があるんですけれども、例えばここに読み込んだ時にこちらの 3D タイトルの方が長かったりすると後ろがずれてしまう可能性がありますので、まずは何にもない、今この4番のタイムライン何もない状態ですので、まずは何もないタイムラインにこのように読み込むようにしましょう。そうすると後ろ側がずれてしまう心配がないと思います。では 3D タイトル読み込みができましたので、タイムライン上のこの 3D 漫画タイトルというところですね、こちらをダブルクリックしてみましょう。そうするとこのように画面左上に編集画面が表示されて、画面右側のプレビュー画面にこのように表示が出てまいります。で、このステージ1と書いてあるこの四角いボックスですね、ここに文字を入力できますので、ここに入力したい文字を入力していきます。では、例えばこのようにうさぎさんの冒険というふうに入力をいたしました。そうすると右側のプレビュー画面もこのように表示されております。で、プレビュー画面の四隅のこの丸い白いマークですね、ここにカーソルを合わせてクリックして、でクリックしたままビヨンビヨンと動かすと大きさ調整ができますので、これでサイズの調整が可能です。もちろんこの左側の編集画面のこの変形のスケール、これでも調整はできるんですけれども、レビュー画面で動かしていただく方がやりやすいかなと私は思います。また今真ん中にドンとあるんですけれども、 3D タイトルの真ん中あたり十字のカーソルにしてクリックして、でクリックしたままビヨンビヨンビヨーンとマウス動かすと好きな位置に動かすことができますので、じゃあ例えばこんな風に上の方に表示するように設定をすることができました。で、見た目の設定はこれで OK かなと思うんですが、タイムラインに戻りましょう。そうするとこのオープニングは
ここで終わりなんですね。で、ここで本編に入っていきますので、これだとちょっと 3D タイトルが長いかなと思いますので、このうさぎのこの絵の部分ですね、ここまで揃えたいと思いますので、 3D タイトルのタイムラインをクリック、そしてこのタイムラインのお尻にカーソルを合わせると分かりますでしょうか。このようにカーソルの表示が切り替わりますので、これでビヨンビヨンビヨーンと長さを調整することができます。もうこの辺は他の素材と全く同じですね。長さの調整、タイムラインの長さの調整はこちらで行ってください。では実際に動かして見てみましょう。再生バーを動かしてみます。そうするとこのように文字を動かすことができました。なお今このように文字入力したんですけれども、 3D タイトル選択をして入力できたんですけれども、やってみてやっぱりこの感じじゃない方がいいなという場合、この 3D 素材プリセットと書いてあるところ、今いくつかこのように 3D という文字が並んでおりますが、その下の三角矢印クリックすると全部の 3D タイトルがこのように表示されますので、ここで変えることができます。ただしこの場合、例えばこの右から2つ目のこの赤い文字ですね、通常ですとこのようになんて言うんでしょうね、前からドーンと後ろに引いていくような文字の流れになるんですけれども、これで変更した場合、文字の動きはもともとの選択をした 3D タイトルの文字の動きのままがそのまま生かされます。なのでじゃあ例えばこの選択をしたような文字の動きに変えたいという場合は、改めてその動きをする 3D タイトルに選択をし直す必要があります。このように 3D タイトルを使うとても簡単にテンプレートから選択するだけで動きのあるかっこいいテキストを入力することができるようになります。このようにフィモーラ12ではとっても簡単に操作をするだけでプロのような動画作りができる機能が多数搭載されました。 YouTube だけではなく、さまざまな動画編集シーンでもこのフィモーラ大活躍すると思います。ぜひお試しになってみてください。そしてこのフィモーラ12からなんとスマホ用アプリも登場いたしました。概要欄のリンク、もしくは解説ページのリンクからこのフィモーラ12のトップページ開いていただいて、少し下にスクロールするとこのようにモバイル、タブレット、デスクトップというところがあります。このモバイルを開いて右下の無料ダウンロード、こちらをクリックするとこのようにワンダーシェアフィモーラアプリを無料ダウンロードという画面が出てまいります。そして Apple 版と Android 版のそれぞれアプリのインストール先の QR コードが表示されておりますので、お使いのスマホの QR コード、こちらから読み取ってみてください。それでは例として iPhone 版をインストールして、そして入手をタップしてアプリインストールを行ってまいります。ではインストール完了いたしましたので、開くをタップするとそのまんまアプリが起動いたします。今スマホの画面上にはこのようなフィモーラというアイコンが作成されて、アプリのインストール完了いたしました。こちらタップして開いてみましょう。そうすると最初このような注意画面出てまいりますので、これはご利用に応じて許可など行ってみてください。そしてこちら確認画面出てまいります。プライバシーポリシー同意するをタップして先へ進んでいきましょう。そうすると最初このような有料の画面が出てまいります。画面左上のこちらの矢印ボタン、こちらタップしてしまって OK です。そうするとこのように起動画面が開きますので、これで無料版として利用することは可能となっております。そしてこの新しいプロジェクトから写真や動画などを選択して動画の編集を行うことができるようになっております。なおこのスマホ版のフィモーラの使い方なんですけれども、いかがでしょうか。もし皆さんのご要望があれば、今後使い方動画などを作成していきたいなと思っておりますけれども、ぜひ使い方教えてほしい、やってほしいというご要望ございましたらコメント欄でお寄せください。なお無料版では高画質でのエクスポートはできないようになっているようですのでご注意ください。また無料版でエクスポートした動画にはこのように出来上がった動画にフィモーラのロゴが入りますのでご注意ください。スマホ版の使い方気になるという方はぜひコメント欄へお願いします。それでは最後にご購入の時の注意事項を一つだけお伝えしておきます。というのが、各バージョンの永続ライセンスはそのバージョンでのみマイナーアップデートにも対応しております。
つまり例えばフィモーラ12の中で今フィモーラ 12.0.12 というバージョンなんですけれども、これが 12.0.5 とか 12.0.9 とかというふうにマイナーアップデートするときには永続ライセンスももちろん対応しておりますし、ずっとずっと使い続けることは可能となっております。しかしフィモーラ12から今後フィモーラ13とかが出てくるかもしれないんですけれども、大型アップデートの時にはこの永続ライセンスというのは対応していません。フィモーラ11やフィモーラ10を利用している方で永続ライセンスをご利用の方は特にご注意が必要かなと思います。いかがでしたでしょうか。この1月4週にわたりましてフィモーラ12の新機能についてご紹介をしてまいりました。実はまだまだ紹介しきれない便利な機能がたくさん詰まったフィモーラ12、ぜひまずはお試し利用から利用してみてください。動画編集がもっと簡単にもっと楽しくなると思います。私もずっと愛用している動画編集ソフトです。ぜひお試しになってみてください。それでは以上となります。最後までありがとうございました。この動画が役に立った、参考になりましたら高評価ボタンを押していただくと嬉しいです。またコメント欄にてご質問も受け付けております。お気軽にご質問ください。動画ファンでは毎週月曜日と金曜日に動画をアップしております。皆様のチャンネル登録お待ちしております。